照明に火が灯りました。ナイトゲームが行われます。マツダズームズームスタジアム広島からお伝えしてまいります。広島東洋カープ対東京ヤクルトスワローズの一戦です。解説は小宮山悟さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。小宮山さん、現役時代にはいつも試合前に行う準備というのはあったんですか？そうですね、いつも同じような行動パターンで試合に臨んでましたね。なるほどね、やはりそういった準備がプロという感じなんでしょうね。まずはカープの先発床田がマツダスタジアムのマウンドに上がります。チームに勢いをつけることができるんでしょうか。赤星さん、まずはどちらのチームが先制点を取るのか注目ですよね。まあそうですよね、そういう意味でも 1,2 番バッターには注目していきたいと思ってますね。はい、その 1,2 番がどう活躍していくのか見ていきましょう。打ちました。ショート取った。アウト、ワンアウト。バッターは注目のルーキー竹岡。まずはワンアウトを取っています。マウンド上床田、そしてキャッチャーは相澤。このバッテリーをスワローズ打線がどう攻略していくか。アウトコース見送っています。2球目は何で来るか。コーナーギリギリに決めましたね。はい、アウトコース変化球が決まってストライク。改めてお聞きします、この竹岡どういうバッターなんでしょうか。ランナーになると非常に厄介ですから、とにかく出塁させたくないバッターですね。なるほど、そうですか。高め打ちました。これ破りました。センター前。ワンアウトランナー一塁です。バッターボックスには3番塩見。ヒットでランナーを一塁に置いています。まずはインコース。低めで打ち損じを狙いたいですね。そうですか。さあバッテリーどう組み立ててくるのか。ここはゲッツーを取りたい場面ですね。なるほど、さあそういった配球で攻めてくるのか。俊足のランナーを一塁に置いてスリーボールナッシングです。次が4球目。次の投球でランナーが走ってくるか、バッテリーも警戒します。スライダーできました。スリーボールナッシングからフルカウントまで戻しました。ライト方向を流しました。打球はライトへ。ライトが取りました。ツーアウトです。打席には4番バッター村上。ツーアウトになっています。これが1球目。初球ボール。アウトコース空振り。インコース打ちました。セカンドの右抜ける。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。カープピンチになりました。ツーアウトランナー三塁一塁。さあカープ先制のピンチを迎えています。
やはり先取点はやりたくないんで、ここは集中したいですよね。なるほど、そうですね。さあ、そのマウンド上の床田、この状況にどう対応してくるか。スライダー外れてボール。低め空振り。4球目は何で来るか、危ない球です。これが5球目、低めストライクになります。これでフルカウント。次が勝負の1球になります。さあ6球目は何か、打ちました。これはどうか、ワンバウンドヒットになりました。サードランナーホームイン、ファーストランナー三塁回ってホームを狙う。ファーストランナーもホームイン。スワローズが先制しました。2対0になりました。序盤から先手を取られています。ここで先制点を奪われてしまいました。まあ注意すべき相手でしたよね。立ち上がりを攻められて先制点を奪われました。ここまでで踏みとどまりたいですよね。さあこの場面でバッターボックスには6番の中村が入っています。まずは見送ります。ワンボール。切れてますよね。アウトローの変化球、キレがあります。チェンジアップを見極めます。打ちました。小園、一塁へ。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。しかしこの回スワローズ見事な攻撃でした。2対0、スワローズ先制です。1回の裏、これからカープの攻撃が始まります。カープはご覧のようなオーダーとなっています。一方守りますスワローズはご覧のような守備陣です。スワローズマウンドに上がるのは先発の石川。さあカープ打線相手にどんなピッチングを見せてくれるんでしょうか。小園が打席に入ります。まずはこの先頭バッターを出していきたいところです。インサイド落ちました。センターに抜けました。先頭バッター出ました。カープノーアウトランナー一塁です。さあ一塁ランナーを返して点差を縮めていきたい場面です。バッターは野間。ここはバントでいいと思いますね。なるほど、そうですか。これが初球。ファーストランナースタート。キャッチャー二塁送球する。ナイス盗塁成功。見事に盗塁を決めた場面です。さあチャンスになりましたよね。やはりソウルバントしました。左方向へ転がした。ピッチャー取った。一塁アウト。きっちりと送ってきました。ワンアウトランナー三塁です。こ
ここは犠牲フライで OK ではあるんですが、まあクリーンアップなんでそれ以上期待したいですよね。そうですよね。初球から打っていった、これは面白い当たり。サードランナータッチアップ、サードランナーホームイン。秋山きっちりと犠牲フライを決めました。その差を1点としました。ご覧いただきましょう、ここで犠牲フライ、得点を入れています。まあここはしっかりと仕事をしてくれましたよね。ここは犠牲フライで1点を返しています。打順は4番上本、カープ犠牲フライで得点、この回追い上げてきました。さあ赤星さん、これで分からなくなってきましたね。そうですね、こういった確実に点を取っていく姿勢が逆転へとつながりますからね。ええ、さあこの勢いをこのまま続けることができるか。バットは動きません。よく見ています。3球目は何で来るか。低め、ライト方向な、一二塁間を破る、ランナー出ました。カープです。ツーアウトランナー一塁、バッターボックス末永、ヒットでランナーを一塁に置いています。インサイド変化球決まっています。これが2球目、打ちました。痛烈、三遊間抜ける、レフト弾く、ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう、チャンスを広げていきます。ツーアウトランナー三塁一塁。さあそしてバッターボックスには堂林が入ります。さあ一打同点のチャンス、早いうちに追いついて勢いをつけたいですよね。うん、なるほど、そうですよね。外の球打った、セカンドの左掴んだ、一塁アウトでスリーアウト。さあご覧ください、先ほどのプレーになります。しかしこの回カープ点差を縮めていきます。1回終わりました、2対1、カープが1点差まで追い上げました。2回表に入ります。7番から始まるスワローズの攻撃、バッターは浜田、カープ1点ビハインドで迎える2回です。初球ボール、高めのボール打ちました、右中間に上がった、ここはフライになっています。上がりすぎました、ライト掴んでワンアウト。バッターは長岡、床田、まずは先頭バッターを打ち取っています。さあ初球は何か、初球ボール、2球目打ちました、セカンド取る、アウト、2アウト。ピッチャーに打順が回って先発の石川が打席に入ります。まあここは相手がピッチャーでも気を抜かずきっちりアウトを取らないといけませんね。そうですね。
初球変化球は空振りです。真ん中打ちました。これはどうだ、センターへ抜ける。ツーアウトランナー一塁。打順はトップに帰って並木。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。ヒットでランナーを一塁に引っ張った、取った、一塁送球、一塁アウト、スリーアウトです。ランナー出ましたがスワローズ得点には至りませんでした。2対1、1点リードはスワローズです。ゲームは